ニュースピックアップです今週は販売金額と販売枚数で9シーズン連続の日本一を確実にしたサ佐賀県産のりについて農林水産担当の江島貴之記者に聞きますよろしくお願いしますよろしくお願いしますサ佐賀県産のりの最終入札会は今月11日に開かれました10回の入札会の累計は販売枚数が18億2600万枚 販売金額が百九十四億八百万円でした。佐賀県有明海漁協が目標にしていた。二十一億枚。二百十八億六千万円には届きませんでしたが。秋目のりでの深刻な不作から。冷凍網のりで挽回し。平年並みの水準まで回復しました。秋目のりは赤腐れ病の影響が広がり。昨シーズンと比べて大幅に生産が落ち込みましたね。はい。 今シーズンは、猛暑で種付けが遅れた昨シーズンと比べると、順調なスタートを切りました。しかしその後、海水の温度が下がらず、雨で塩分濃度も下がったため、11月上旬に赤腐れ病が発生し、佐賀県沖の有明海全域に感染が広がりました。12月下旬までの3回の入札会では、豊作だった昨シーズンと比べて販売枚数が54%減り、 販売金額が62パーセント少なくなるなど苦戦しました9シーズン連続の日本一が危うくなる中冷凍網のりの養殖が始まりましたはい、有明海でののり養殖は秋目のりと冷凍網のりの2期作で冷凍網のりが全体の販売枚数の6割以上を占めます漁協は冷凍網での失敗は許されないと 網を張り込む時期を、例年以上に慎重に判断しました。水温と塩分濃度が平年に近い水準まで回復するのを見極めた上で、12月下旬に網の張り込みを解禁しました。しかし、冷凍網のりも赤潮と色が黒くならない色落ちに苦しめられました。年明け早々に西部地区で赤潮が発生し、中部、南部地区まで広がりました。 今回も広範囲で赤カが確認され、ノリの生育に必要な栄養分が大幅に下がり、鹿島市沖を中心に異動地の症状が悪化しました。それでは、販売実績が例年並みの水準まで回復したのはなぜでしょうか。はい。色褂が広がった西部・南部地区に対し、被害が比較的少なかった東部地区では、終盤まで安定した生産が続きました。 しかし最大の理由は全国的な不作の影響で加工品などに使う等級の低いのりの価格が高めに推移したためです。秋目のりの不作も跳ね返したサーキエン産のりの日本一は続くのでしょうか。はい。決して楽観はできません。等級の低いのりの高値がいつまで続くか分かりませんし、移動地の被害が続いている西部南部地区と。 今シーズン検討した東部地区との格差が問題になってきています。将来にわたって安定した生産を続けるには、移動地対策を早急に行って地区の格差を減らした上で、佐賀県が得意とする高級品の価格向上に一丸となって取り組む必要があります。なるほど、早急な移動地対策が求められますね。島記者、ありがとうございました。ありがとうございました。